岐阜県道413号、東の中津川線は、岐阜県江名市を起点とし、中津川市に至る一般県道である。ほ、古山の南山腹を通る岐阜県道413号、東の中津川線、岐阜県江名市東のにて、江名・中津川漁師の山間を縫うように走る道路であり、標高差600メートル程度の山登り下りがある、完全な峠道である。 江名市川については、全区間片側1車線以上が確保されているが、中津川市川の半分以上は普通車同士の、すれ違いが困難な共愛事。また、中津川市川の共路部は、道路周囲を含め整備状況が悪く、落石、倒木、路肩崩落が頻繁に発生している。また、12月から3月は、降雪や災害復旧工事などで、毎年のように、 江なし方面への通り抜けが不能となるため、近隣の国道19号、または国道363号への迂回を余儀なくされる。交通量は全体的に見れば少ない。江なし側に関しては、江な、中津川市境にまたがる位置に、根の上高原と呼ばれる、高楽地があり、春から秋にかけての休日は割と交通量がある。中津川市側は、 終点の2キロメートルほど手前にある中京学院大学付近までは民家も多く交通量はやや多めであるが、それより手前になると指導を含め接続道路が2本しかない上、県道沿いの民家もほぼ皆無なため通年交通量はまばら。起点となる岐阜県道407号、阿ぎお線との交差点、岐阜県江那市東野にて、ありがとうございます。